レグラトレスエレーラは、キューバのバレーボール選手。バルセロナ五輪、アトランタ五輪、シドニー五輪の金メダリスト。1990年代のキューバの女子バレーの黄金期を築いた選手の一人である。スパイクジャンプ 343cm、ブロックジャンプ 332cm で、バレーボールの女子選手で最高のジャンプ力を誇る。1990年に15歳で、 キューバナショナルチーム入りを果たし、1992年のバルセロナ五輪では17歳で金メダルを獲得した。これはバレーボールにおける金メダリストの最年少記録である。1994年の世界選手権で MVP、1998年世界選手権では MVP とベストブロッカーを獲得した。2000年のシドニー五輪では 対戦相手のロシアに1セット目2セット目を25から27、32から34と落としたが3セットを25から19、4セット目を25から18、5セット目を15から7とフルセットの末ロシアに逆転し、キューバが世界選手権、ワールドカップを含む3大大会で1991年以来の8連覇を達成するとともに、自身は3度目の五輪金メダルを獲得した。 また2000年の FIVB 二移世紀、最優秀選手に選ばれ、2001年にバレーボール連動入りを果たした。ありがとうございます。